にちは、ケルトの笛の畑尾です。今日はアメリカのティンホイッスルメーカークリス・アベルのホイッスルをご紹介します。クリス・アベルはもともとはベーム式フルートのハンドメイドのメーカーなんですけれども、ティンホイッスルも製作しています。彼のホイッスルの特徴はとにかく高級志向ということですね。このホイッスルはですね、ここにスターリングシルバー銀を使っております。本来はこの部分は黒炭で作っているのですが、今回ご紹介する笛はテルリン、つまりプラスチック樹脂でできています。クリス・アベルはケビン・クロフォードというルナサーのバンドで活躍しているホイッスル吹きが演奏していることでも知られています。さてデルリンの特徴は木と違ってメンテナンスが不要ということですね。そして湿度や温度の変化にも強いということで、耐久性があるということが一つの特徴です。さてこのクリス・アベルのホイッスルですが、まず吹き口を見てみましょう。はい、こういうふうにちょっと比較してみましょう。これがバークの吹き口です。バークはこのように結構長いので、くちばしが長いので深くこう口に加えますが、アベルは浅いので浅く加えて吹きます。そしてですね、指穴を比較してみましょう。はい、この上の黒いのがアベルですが、バークと比べるとより大きくなっていますね。吹いた感じはとにかく良くなる、大きな音が鳴るという印象です。そして音色の比較ですが、バークはアベルはちょっとこう息の風の音色が入ったような音です。さすがにフルートメーカーだけあってフルートに近い感じがするかもしれません。という感じで、息をたくさん入れることができる、それから音量が大きいので、呼吸が結構こう深い人というか息の量が多い人は、表現力を生かした演奏ができるのではないかと思います。